はい、皆さん、こんにちは。グラフトネットワークの3回目の授業です。コメントスクリーンの方、チャットの方に出しましたので、こちらからコメントの方よろしくお願いします。はい。でですね、またコメントの方から、コメントというか、コメントの方から見ていきたいと思いますけども、数は、今週減りましたので、皆さん、どしどしコメントの方、書いてください。質問とか、昨日聞いたことじゃなくてもいいので、雑談でも、何でもいいので、出してください。よろしくお願いします。で、一つ見ていきますね。過去の講義のコメントとレスポンスが公開されて、どんなことが書かれて、なのだろうと思って読ませていただいたら、ギャグみたいなものが想像以上に多くて思わず笑わせていただきました。ですね。皆さんが何書くことが自由なので、これ、コメント、この、出してもらうことがまず重要なので、それは、心がけてください。でですね、ちょっと、一つ言っておきたいのはですね、このコメントは別に、あれですね、この授業がオンラインで行われているから、こういうのを集めているというわけではなくて、そうじゃないときにも、こういうふうに、授業の後に、質問とかコメントとか感想とか、何でもいいから出してくださいっていうのは、紙で書いてもらうっていうことをやってたんですけども、今は遠隔なので、Google フォームを使って集めてるという感じになってますので、だから別にその遠隔だからやってるというわけではないという部分はありますけども、このコメント非常に重要なので、出してください。皆さん、学期末に、授業評価アンケートというのに答えることになっているんですけども、それは授業が、学期末に行われるので、例えばですね、今、この皆さんが受けている授業を良くしようとか、皆さんが受けている授業を、こうしてほしいとかっていうような要望があるときには、もう直接すぐ言ってほしいわけです。学期末にそれ言われても、我々教員は対応できないので、もしそういうのが要望があったら、こちらのコメントの方でもいいので、お寄せください。で、そうすれば、対応できるものはすぐ対応します。ので、よろしくお願いします。二つ目ですね。レポートの再提出をするとき、最初の提出で解いていない問題を新たに解くことは可能ですか？これは可能なんですけども、可能だからといって、その解かれたものを私が見るかどうかはわかりません。時間があったり余裕がある場合は見るかもしれませんけども、そういう、保証はないので、それは、ご注意ください。だから基本的にレポートの再提出といっているのは、前までに解いたもん、解いたというか、解こうと思った問題に関する再提出だというふうに思ってください。はい。次ですね。研究では証明を自分で考えたり、人が考えた証明を読んでいることが多いのでしょうか？と言われると、私の場合はそうですね。私が数学の研究をしているかどうかはわかんないんですけども、数学っぽい活動においてはそういうことが多いですし、ですね、ここに書いてありますね。実を言うと、コンピュータサイエンスというのは割と数学に近いので、コンピュータサイエンスの論文の中にも証明があります。で、そういうものは、そういうものを読むときには、証明を、人が考えた証明を読むということになりますし、そういうものを書くということですね。だから皆さん、3年生の場合は、無事4年生になると、4年生になるというか、卒業研究、着手条件を満たすと、卒業研究を行って最終的に卒業論文を書くことになるんですが、卒業論文の中でその証明を書くということは、大いにあり得るわけです。はい。ここは赤ですね。皆さんに理解していただきたいことは、ここからはちょっと説教っぽいんですけども、数学を勉強したり研究したりする人が証明を考えるのは当たり前で、むしろ皆さんのようにそうであるとは限らない人が証明を考えたり証明できるように見ることが重要だということです。なんでかというと、それが皆さんの付加価値になるからです。他の人ができないことをできるってことは、皆さんの価値を高めるわけです。で、証明をするとか証明ができるとか、数学的な能力があるっていうのは、それは技能なので、そういう技能をちゃんと身につけてほしいというふうに思うわけです。はい。次ですね。グラフ理論における木は、個人的に自然の木に現れるアルゴリズム、まさに体現しているように感じます。そう考えると、グラフ理論の木は、変形自在の物体の切ったりつけたりできている物体による理想的なモデルを表しているように思います。そういう見方はあるかもしれないですね。
まあ、そのいろんな見方が一つのものにあると思うので、自分なりの見方っていうのを見つけて、それで理解していくっていうのはいいと思います。でですね、もう一つちょっと言っておきたいのがあるんですけども、この講義はですね、グラフ理論の講義ではありません。これはですね、強調しておきます。これグラフ理論の講義ではありませんし、グラフ理論をやってるつもりもありません。で、世の中にはですね、グラフ理論というタイトルを持っている本の中に、グラフ理論でないものがたくさんあるんですね。とか、そのグラフ理論っていう名前の講義なのに、グラフ理論を扱ってないとかですね、そういうことがたくさんあるんですね。で、私ははっきり言っておきたいのは、この講義はグラフ理論というタイトルもついてないし、グラフ理論もやってるわけではない。ということです。ので、それは注意して、私は全然グラフ理論家でもありませんし、グラフ理論の研究もしてるわけではないので、グラフ理論のこと何も知らないと思ってもらって構わないんですけども、だから、この講義はグラフ理論の講義ではないです。いかなる意味でもグラフ理論の講義ではないです。ので、それは注意してください。で、次ですね。機能法の不十分な部分の指摘について、残念ながら自力では見つけられませんでした。任意の〇〇の性質を示すときに、機能法を利用するときは、本当に欠かさないようにしていきたいです。これは難しい部分でもありましたし、理解してもらいたかった部分でもあるので、ちょっと、補足しますね。で、何がいかんかったのか、何がよかったのかっていう話をするんですけども、これ、余談っていうふうに書いてて、これですね。これって、これ。この等式証明しなさいっていうのはよく皆さんやると思うんです。やるというか、見たことあると思うんですけども、この証明の仕方を2つご紹介して、片方は悪い。両方とも正しいんだけども、片方は悪くて片方は良いということを言ったんですね。で、悪いのは、この仮定を変形して結論を導こうとしてるっていうふうにやると、間違えることが多いですというふうに言ったわけです。で、こちらは悪いと。で、良いと言ったのは何だったかというと、結論を導く中で仮定を使うっていう、この方向は、良いですよってことなんですね。で、これはちょっと、標語的に言ってるだけなので、あんまり実質が伴ってない感じはします。だから、もう少し、詳しくやろうと思うんですけども、実際、だからこれで、間違う場合をちょっとやらないといけないと思うんですけども、で、もともと考えてた命題ですね。証明したかったところはこれなんですね。頂点数が自然数 n の任意の t、g に対して、辺の数が頂点数マイナス1に等しいってことを証明しようとして、それに対して、この n に関する機能法っていうのをやろうとしていたわけです。ちょっと色を変えないとですね。ここで、その N に関する機能法っていうのを、関数が書けなかった。N に関する、機能法っていうのをやろうと思っていて、で、どういうふうにやるのかというと、で、ここに書いてるのは何かというと、その n が1、2、3、4、5の時に、この任意の比っていうのは何なのかってことを書いたんですね。書いたんですね。書いた。で、証明では何をやってるかっていうと、まず、n が1の時に証明する。それは、機能法だからそれをやるんですけども、その次は、例えばですね、この n が、3の時に、どうしようかな。n がその4の時に正しいことをこれ仮定して、こう見えますかね。仮定して、n が5の時、ここを証明する。こういう気持ちなわけですね。で、今からやるのは、良い方をまずちょっと説明しますけども、良いのはどういうことをやるかっていうと、この n が5の時の比っていうのは、3つあるわけです。3つあって、それを、その中のどれでもいいから1つか考えます。どれでもいいからっていうか、すべてを考えます。すべてを1つずつ考えます。1つずつ考えます。で、例えば、じゃあ、この真ん中の考えましょうと。考えます。で、証明では何をやったかというと、この中から、このグラフは必ず葉を持つので、葉を取り除くってことをします。で、どの葉を取り除くのかは別に、どれでもいいんですけども、じゃあ、例えば、この葉を、一番左側の葉を取るとしましょうと。で、そうしたら何ができるかっていうと、木から葉を取り除いても木のままである。で、しかも、頂点数が1個減ってますから、頂点数が4の木が得られるわけです。だから、この木から、
頂点数が4の木が得られるんですけども、この場合どの木が得られるかっていうと、この上にあるですね、この木が得られるということになるわけです。で、この小さくなった木、頂点数4の木においては、機能法の過程が成り立っているってことを使って証明を進めるっていうふうなわけですね。いいですか。で、これは良い。良いでは、ここは正しいわけです。なんでかっていうと、その初めにですね、この頂点数5の木をどれでもいいから1個持ってくるんだけども、それを全て考えるわけです。この一番左側の木に対しても、そこから、葉を一つ取って、頂点数が一つ小さい、頂点数4の木をこう作るってことをやるわけです。これですね。で、一番右側の木に対しても、ここに葉を一個取り除いて、頂点数4の木を作るってことをやるわけです。いいですか？で、そうすると、この頂点数5の木をすべて考えていることになるから、頂点数5の任意の木に対して証明ができるということになります。で、これは正しいんですね。ここまでいいですか？で、ちょっと人数増えてきたんで、もう一回コメントスクリーンありますね。チャットに。これコメントスクリーンあれですかね。Google クラスルーム。じゃあ今度からそうします。それで、なんだっけ、今のが良い方なんですけども、じゃあ次悪い方やってみますね。悪い方やる。そのためと準備できしますけど。で、悪いというふうに、やっていたのは何かっていうと、こっちから始めるんです。家庭から始めるんです。家庭から始めるんです。で、仮定から始めて何をするかっていうと、この仮定の木に一つ頂点を追加しましょうってことで。で、例えば、まあ、この、この左の木を持ってきて、ここの木にですね、ここにこう、頂点を追加しましょうっていうふうにやる。で、そうすると、まあ、この木が得られるわけです。うん。いいですね。で、まあ、じゃあ、ここじゃなくて、例えば、こう、まあ、左端につけるってことも、あるかもしれない。でそうすると、まあ、この左側の木ができる。いいですね。で、まあ、この、左から2番目の場所とか、一番右につけるってこともあり得るんですけども、これ、別の木得られませんので、まあ、この一番左側の、この頂点数4の木からは、このように頂点を一つ付け加えることによって、頂点数5の一番左の木か真ん中の木が作られるということになります。じゃあですね、この頂点数4の右側の木に1頂点付け加えるとどういう形になり得るかっていうと、これもまあ4箇所付ける場所があるわけですね。で、まあ付け方によって得られる木は違うんですけども、まあ得られる木は、この真ん中の木か右側の木。になるわけです。こんな感じになるわけです。いいですか？で、この場合、今は頂点数4から頂点数5の木を作るといったときには、確かに頂点数4の木に、一つ頂点を付け加えると、頂点数5の木が全て得られるってことが、この例ではわかるんですけども、これはですね、まだ証明していないことなんです。何を証明していないかというと、頂点数 n の、これは n が2以上ではないといけないんですけども、n の任意の木は、頂点数 n-1 の木に一つ頂点を付け加えることによって得られる。っていうことを使ってるんですね。で、まあ今、これが正しいかどうかは今、わかんないとすると、何が問題かっていうと、今はこの4、5っていうだから N が4のところから N が5のところを作ってるんですけど、例えば N が100のところから N が101の木を
作ろうと思ったときに、本当に頂点数が101の木が全部作られるかどうかが分かんないんです。ここに書かれていることが、ここに書かれていることが正しいかどうか分かんないと。で、これはまだ正しいかどうか、これ証明してないんですよ。だから、このやり方が正しくなるためには、この性質が必要になります。で、この性質を証明しない限りは、この方向ですね。頂点数4の木に、頂点数、が小さい木に頂点を付け加えて、頂点数が一つ大きい木を作るっていう証明の方向は、間違いを済ませるわけです。なんでかっていうと、この頂点数が一つ大きい木を、この方法によって全て作れるかどうかがわかんないから。証明したかったのは、この頂点数が一つ大きい方のどの木に対しても、この性質が成り立つっていうことなので、この方法によって、ここに並べられている全ての木が作られることが保証されないといけないわけです。で、その保証は今のところないです。だから、この方法は悪いというか、悪いですね。悪い方法になります。実際は、ここに書かれている、この性質、これ正しいんですけども、これを証明すれば、この証明は正しくなります。だけども、それをしないといけないってことは気づいてください。それが重要です。いいですか？だから今ですね、ここ、その、頂点数4の木っていうのは2つあって、まあ、同型のものが2つあって、同型も、同型類が2つあって、頂点数が5の木、同型類3つあるんですけども、これ、N が大きくなっていくと、どんどん多くなっていくわけです。で、本当に全ての木が、1つ頂点数の小さい木に、頂点を1つ付け加えることによってできるかどうかってことは、ちゃんと保証してあげる必要があります。前のページの話は何だったかというと、前のページじゃなくて、前のページの中です。良い方は何だったかというと、頂点数が大きい方から小さい方を作るって言っていて、これは頂点数を取り除くって話だった。これはすでに証明したわけです。で、これはできるんです。だから何、どういう性質に基づいてこの証明をしているのかってことをしっかりと考えてほしいわけですね。わかりにくいですね。ここまでいいですか？わかりにくいと思うんですけど、どうでしょう？いいですか？いいですか？まあ、念のために、じゃあ、このよくある公式。このよくある公式は、その悪い方法でやっても正しくなってしまうんですけども、それはなんでなのかってことをというと、それは、まあ、今これですね。これ。任意の1以上の自然数 N に対して、この公式に出すっていうふうに言ってたのは何かっていうと、その良い方も悪い方もあるんだけども、どちらにおいても、これ何が重要かっていうと、この各 N の値に対して考えなくてはいけない場合っていうのが1個しかないんです。だから、どちらの方向からやっても、その得られるものが1つしかないから、それが得られるってことは必ず保証されるんですね。何を言ってるかっていうと、その良いと言っていた方向は何だったかっていうと、これを証明しようというときに、そこから一個小さい方の仮定を使いましょうって、こういう方向ですね。で、悪いと言っていたのは、色を変えると、悪いと言っていたのは何だかっていうと、この仮定の方を使って証明したいことを、導くというか、仮定からスタートするっていうのは悪いっていうふうに言ってたんですけども、この場合は、どちらでやっても正しくなって、それはなぜかというと、ここでその矢印がこれ1個出てるんだけども、この出方が1個しかなくって、その、証明したいこともこれ1個しかないので、どのようにその得ようと思っても、必ずその得たいものが得られるわけです。先ほどのグラフの場合はそうじゃなくって、証明しなくてはいけない場合が、なんか複数あるわけですね。で、その複数のものがちゃんと全て得られているのかってことを確認するっていうのが重要なんです。で、それを、わざわざやるんだったら、初めから、証明したい方から始めて、その中で仮定を使うっていうふうにした方が、機能法の証明の書き方としてはスッキリします。ので、そういうふうにしてほしいということです。ちょっとこの余談は分かりにくかったことですね。いいですか？すいません。これは逆に分かりにくくした気がする。よく分かんないですか？どうでしょう？いいですかね？はい。これがその、ま、機能法における重要なポイントで、もう一回と何かっていうと、証明したいところから始めて、その中で仮定を使うっ
ていうような書き方をする方が安全ですし、機能法の、書き方がスムーズになりますし、正しくなります。逆の方ですね、その過程からその結論を導こうとすると、漏れがある可能性があるので、それは注意してください。はい。で、戻りますね。今は、これですね。で、次ですね。はい。数学的機能法の好ましくない証明法について理解しましたが、好ましくない証明法の方を先に伝えたくなる欲求に駆られてしまうのはなぜだろうと思っています。あと、数学的機能法が適しているか、そうでないかを問題ごとに見極めることが苦手です。この、あとの方ですね。この何が数学的機能法に適したか見極めることは難しいんですけども、一つポイントとなるのは、証明すべきことにおける前提が小さくした問題でも成り立っているか確認できることだと思います。という、これは私の感想なんですけども、それがどういうことなのかということを授業で今から補足します。だから、いつ機能法が使えて、いつ機能法を使えないんだということなんですけども、だから、これ、機の場合は、すごく機能法うまくいきやすいんですね。で、そうじゃない場合もあって、で、ちょっとその例としていいかどうかわかんないんですけども、こういうものを考えてみます。問題ですね。頂点数が、自然数 n 以上の、あ、n の任意の三正則グラフ。これ三正則グラフちょっともう忘れてるかもしれませんが、これ何かというと、すべての頂点の実数が3ですね。3であると。ようなグラフにおいて、これですね。辺の数が頂点数の2分の3に等しいとか成り立つ。ここに書かれている、まずこの性質、これは正しいです。これ正しい性質です。隠し放題を使えば簡単に証明できます。と言っちゃうと、できます。で、実際に、今例があって、何かっていうと、ここに書かれているのは三正則グラフです。どの頂点の実数も3です。で、実際にこの例において頂点の数が10で、辺の数が15です。ってことは、2分の3かける頂点数は15ですから、確かに、この15、この2つ一致するということですね。はい。で、今から、この正しい性質を、機能法を使って証明しようとしてみます。円に関する機能法。そうするとうまくいきません。単純にやるとうまくいきません。で、初めのところはちょっと無視するとして、無視するというか、本当は無視しちゃいけないんですけども、ちょっと考えないとして、例えば、n が k のとき、だから、k が1以上ですね。のとき、22の、頂点数 k のときって書くんですけども、ちょっと待ってね。頂点数 k の任意の三正則グラフ G、ちょっと変えましょう。において、これは成り立つって言ってるんだから、辺の数イコール2分の3かける頂点数であると、仮定します。仮定する。で、n が k プラス1。これ今2乗なんですけども、キー。頂点数 k プラス1の任意の三正則グラフを考える。としますね。で、何をしたいかっていうと、だから今この G っていうグラフがあるわけです。これグラフに見えますか？これがグラフに見えたらちょっとまた、ちょっとそれでまずいんですけども、これグラフだと思ってください。で、何したいかっていうと、この仮定使いたいわけですよね。仮定使いたいわけです。だから、この G から頂点一つ取り除きたいわけです。で、
だから、まあ、G はアップ。G どんな感じになったかっていうと、これは、三接触グラフなんで、この、どの頂点からも、こう、なんか、3つ辺が出てる。こんな感じになったわけですね。こんな感じになってる。この G っていうのは。で、何するかっていうと、その、頂点を持ってきて、じゃあ、これで今 V としましょう。で、それを取り除きます。G マイナス V を考える。だからこの今ちょっと点々点が来ますけども、この部分ですね。これ今 G マイナス V ですね。色使えばよかったか。色使えばよかったけども、ちょっともう遅いですね。G マイナス V 考える。で、G マイナス V は頂点数が G に比べて一つ小さなグラフになっているんです。G マイナス V の頂点数は K ですね。G マイナス V の頂点数は、K。だから上の話のこの頂点数 K のグラフを得ることができたんだけども、何が問題かというと、この G マイナス V は三接触グラフじゃないんです。これがポイントですね。ポイントというか、これは重要ですね。もし、この G-V が三接触グラフだったら、この仮定使えるんだけども、この仮定は、頂点数 K の2の三接触グラフでないと成り立たないことなので、キノコの仮定を使おうと思ったら、この小さくしたグラフが三接触グラフじゃないといけないわけです。なんで三接触グラフでないのかというと、それまず言わないといけないですね。のかというと、今、この、頂点 V っていうのを取り除いたんですけども、その取り除いた頂点に隣接する頂点があるわけです。それらの頂点の次数っていうのは、この V を取り除くことによって一つ減ります。つまり G-V において、この今色をつけた頂点の次数っていうのは、における次数は、これ 2になるわけです。つまり、どの頂点の次数も3であるという性質を満たしませんから、このグラフ、G-V は三接触グラフじゃありません。つまり、この G-V に対して、この G-V に対して、この機能法の仮定が使えなくて、ここで証明がストップします。これ以上進めません。そういう形で証明がうまくいかないということになります。N に関する機能法をこのように使おうと思うと。いいですか？一方で、今ちょっと声がうるさい。一方で、これですね。この、頂点数 N の任務の域に対して、これが成り立つってことを証明しようとしたときの、授業の中での方法っていうのは、木の葉を取り除いても、残ったグラフが木であるという性質を使っているわけです。で、木であるから、その木に対して機能法の仮定が成り立つからって形で、証明が進むわけです。いいですか？だから今やった、これですね。この三接触グラフ。から頂点を取り除いても三接触グラフのままであるっていう性質が成り立たないので、この N に関する機能法で今証明しようとしたことはうまくいかないことになります。もしかしたら違う方法で証明しようとしたらうまくいくかもしれませんけども、少なくともこのような機能法ではうまくいかないってことになります。だから何を言いたいかっていうと、その小さくした問題のところで、この成り立たなくてはいけない仮定とか前提っていうのが成り立っている場合にはうまく機能法が進みます。証明が書けるんですけども、この例のように小さくしたところで仮定が成り立たなくなってしまう。仮定というか、前提が、前提が成り立たなくなってしまうようなことがあると、証明が進まないということになります。だからそれはですね、割とその、どのように、その、証明というか、その、なんだろうな、考えている問題、が作られているのかということにもよるわけですね。だから三接触グラフの場合には、頂点を取り除いても三接触グラフのままであるっていう性質が成り立たないのでうまくいかない。別のことを言うと、その何かをその小さくしたときにも、その前提が成り立っているような形にできれば、うまく機能法が使えます。ということになります。で、それはちょっとそのまあ経験がいるところもあるかもしれないし、いろいろと試行錯誤する。必要あるかもしれませんけども、少なくとも木の場合には、やっぱりいいことがあって、木の場合には葉があれば、その葉を取り除くことによって、木のままでいられる。ってことが重要な性質で、その性質があるために、うまく機能法が使えるということになっているわけです。いかがでしょうか？何か質問などありますか？難しいですか？いいですか？
もう一度言っとくと、この一番上に書いてある性質は正しくって、これは、悪小題を使えば証明できます。もう一回書いておこうかな。なんかね、受験数学っていう言葉あんまり好きじゃないんですけども、まあ、受験数学って言うとすると、なんか多分受験数学的には、こうなんか N っていうのがあったら、なんかその N に関する機能法で証明しなさいっていうふうに、なんか言われがちなような気はするんですけども、私はそういう言い方絶対したくないんですけども。だけども、この例のように、まあ、そんな形で証明するのは難しいか、あるいは不可能。まあ、不可能とはちょっとこの場合言えないかもしれませんけども、まあ、少なくとも、機能法で証明するのはそんなに簡単ではない場合もあるので、なんか、N っていうのがあったら機能法なんだっていうふうに思うという、そういうような短絡的な発想はしないようにしてください。はい。じゃあ最後ですね、のコメント。有限の世界において、機能法はアルゴリズムそのものというのはなるほどと思いました。普段便利なアルゴリズムを使うことに慣れて定義を大とかにしていると、それは適用できない状況になったときに何にもできなくなってしまうこと。言ったことがちょくちょくあるので、これを含め格言に書いてあるような視点を持って自分がやろうとしていることの本質を理解しようとすることは重要だと思いました。そうですね。定義をおろそかにするっていうのは本当に良くなくって、定義が、まず、大前提なわけですね。いろんな議論、あるいはコミュニケーションにおいて。だから二人でコミュニケーションをしていて、同じ言葉を使っているけども、その二人が思い描いているその言葉の定義が違うと、もうコミュニケーションできないわけです。そういう意味では、その定義を元にしてコミュニケーションをするとか、定義を元にして考えるっていうのは、そのまあ数学とかこの授業だけじゃなくて、その科学とか工学、理工学、あるいはその一般的な生活においても非常に重要なことなので、それは日々の生活の中でぜひ心がけていてください。よろしくお願いします。はい。で、これがコメントに対する回答になります。はい。では、今日の録画はここまでになります。